はい、今日はですね、多治見のグルメではなくて、実はね、多治見の観光スポット実は少しだけあるんですね。これをね、ちょっと、秋というところでね、ご紹介します。あのね、もう多治見の人はね、ご存知だと思いますけど、多治見には修道院というものがあります。多治見修道院ですね。ここはね、修道院ってご存知ですかね。実はね、日本には3つしかないです。札幌、函館、長崎、あとはここの実は多治見だけなんですね。で、合計3つです。多治見にね、生まれて多治見育った人間としては、修道院というのはまあ小さい頃からよくね、あの遊びに来たとか、まあ見に来たでね。あとね、ここにね、実はブドウ畑があるんですよ。ブドウ畑があって、日本で唯一、ブドウの、醸造までやったと言われる、修道院です。ここのね、ブドウをね、ブドウ狩りでね、秋になったら来てましたけどね。もうこれ実は今年はもう終わっちゃったのかな。まあ実はないんですけど、ここでブドウ狩りが、できますけど、多分ね、今もやってんじゃないかなと思うんですけど、毎年、今年は終わっちゃったみたいだね。でね、小さい頃にこの、まあ、ブドウ畑、実はこの多治見の、このね、修道院のワイン、ブドウを使ったワインがね、実はあるんですけど、飲んだことありますが、おすすめかどうかは一度試してみてください。まあというところで、こんなね、多治見にもね、こんな景色のいい、いかにももう何かヨーロッパに来たかのような、建物、修道院ですね。ご存知ですかね、修道院というのはね、まあ教会、まあキリスト教のね、建物の一つなんですけど、教会だとね、教会と修道院は違って、修道院というのは、修道士の方々が、修行する場として、まあ、キリスト教としのね、あるんですけど、この建物はね、多治見にあるものは、バロック様式、木造の建築です。本当にヨーロッパにいるみたいですね。現在もね、こちらの方はね、毎週日曜日かな、ミサを、開かれてましてね、本当に多治見にこんなところがっていうぐらいのところです。で、実は中にも入れるんですが、今日はちょっと入れないんです。ね、中は撮影は禁止です。パイプオルガンがあって、そういうパイプオルガンが、ね、パイプオルガンがすごい有名なんですけどね、ぜひとも実際来ていただいて見ていただきたいなと思いますね。はい、で、ちょうど今これ建物の修道院の裏に来ましたけどね、実はここにはね、バンガローがあるんです。こうやってね、バンガローがあって、こういったところで、過ごしたり、あとはね、実は結婚式あげることができるんですけど、まあこれはミサをね、受けなきゃいけないっていうのがあって、ちょっとね、僕ちょっと詳しく分かんないんだけど、ただね、ここで結婚式を、挙げられてて、何度かな、何度も何度も結構ね、シェシバタの方に、ウェディングケーキをね、ここで、ここに配達したこともありますしね、本当に、いいところですよ、ここ。多治見じゃないような感じですけどね、ぜひともね、こういったところ、観光地がない多治見に思うかもしれませんが、実はこういったところね、瀬柴田から、車で、混んでなかったらね、5分もかからないですよ、来ていただくといいかなと思いますね。ちょうどね、このね、秋のこんないい時期なんかはね、ここに今ね、GoTo のさ、GoTo じゃねえか、GoTo イートとかの持ち帰りのテイクアウトの多治見の食べ物なのをね、買って持ってきてね、ここで食べるのもいいかもしれないです。こんなヨーロピアン調のところ、なかなかね、これね、
東海エリアの中でも少ないないんじゃないですかね。まあこういったところ本当におすすめですよ、ここは。はい、あとはね、僕が修道院とかやっぱりヨーロッパにね行くと、こういう教会とか修道院いろんなところ行くんですけど、シャトーとかやっぱり歴史を感じるところっていうのはいいですね。あとはね、やっぱパティシエとしてお菓子ってね、キリスト教から生まれたものが結構多いんですね。それも修道院から、生まれたもの、有名で言ったカヌレ・ド・ボルドー、ボルドーなんかもそうだ、ボルドーのカヌレもそうだし、本当に、ね、マカロンもそうだしね、たくさんのものがもともとヨーロッパ、フランスの、修道院からお菓子は生まれてるんですね。だからそういったところも、まあ、昔からかな、なんか精通するものがあるのかな、まあ、こういったところ僕小さい頃からね、そそられてたんじゃないかな、そんな僕の、田舎多治見です。続きましてはですね、この修道院からね、多治見の、多治見修道院より、もう本当に隣というかね、裏にあるところに車で行ったらもうどうだろう3分ぐらいかなのところにある、国宝です。多治見に実は国宝がありましてね、国宝の永寶寺ですね、古慶山永寶寺、こちらの方です、このね本堂の方がね、残念ながら昔、火災で全部燃えちゃったんですけどね、もう今は綺麗に再建されてまして、こういったところ本当に自然が豊かでですね、こういった池があって、本当にこの和を感じる素晴らしい、永寶寺があります。あのね、昔からねここの永寶寺っていうのは、まあ遊びに小さい頃はそんなに来なかったかもしれないけど、大人になってからね、海外の友達とか外国の友達とかを、ここ連れてくるとね、本当にもう京都行かなくてもいいぐらいの、そんな佇まいですよここは。やっぱり自然はいいですね、こういったところ本当にマイナスイオンがあふれ出てる、素晴らしい、こういったところをね、よくフランスの友達なんかをねよく連れてきて喜んでましたね、こういったもうザ・日本っていうところがね。もちろんね、この11月の終わりぐらいから紅葉がすごく綺麗になってきますんでね、本当に遠くに行かなくてもね、この多治見で紅葉が楽しめるというね、いいところです。まあ、鯉がいてね、ああやって遊んでる方もまあいつもですね、見ますね、ここは。
ちらの建物なんか古いですよ。これはね、1314年って書いてあったかな、からできてる建物ですよ。本当に、鎌倉時代か。はい、こんなところが、実は僕の生まれ育った多治見にはあるんですね。ちょっとしたなんかね、京都とか奈良に行ってるような気分にもなりますし、すごくこのね、今のこの秋なんかは非常に気候もいいですしね、本当に平日なんかは特にこんなに人がいなくてね、心癒される感じですよ。今年僕実はここ2回目なんですよ。なんかね、日本にね、これだけ、7ヶ月ぐらいかな、もういるんですけどね、全くコロナで海外に行けない、逆にいいこともたくさんありましてね、こういうの地元に触れ合うっていうのもね、皆様にこういう多治見のいいところを紹介できるのもいいかなと。すごくね、生まれ育ったところにこんなところがあるっていうのを紹介できるのは嬉しいですね。さらにこれすごいですよ、永宝寺のイチョウの木、樹齢約700年、700年ですよ、700年のイチョウの木がこう、生命を感じますね。あとはね、ちょっとね、僕のね大好きな絶景があるんですよ。絶景が実はあって、相当これは癒されますよ。これね、小さい頃から大好きなんですよ。この絶景がね素晴らしいんですよ。これがもう本当になんかね、多治見にいる感じがしない。絶対これ泳いでみたいわ。多分冷たいだろうけどね、めっちゃ綺麗ですよ。そこが見えますからね。はあ、やっぱり自然はいいね。やっぱり仕事ばっかりやってるとこういうのなんか癒されるというか、本当にねいいですね。はい、はい、というところで、多治見の、永宝寺、古景山ですね、古景山永宝寺、ぜひとも、見学、まあ、癒されに来てください。